菊池藩「神のごとく弱し」「1」「結吉は親友の河野が2年越しの恋愛事件以来それは失恋事件と言ってもよいほど失恋の方が主になっていた」「ことごとに気が弱くてだらしがなく」 未練が『じめじめ』といつまでも続いていて男らしい点の少しもないのが歯がゆくてたまらなかった」「河野の愛には報いないで人もあろうに河野には無理の親友であった高田に心を移していった霊場やまた河野に対する軽い口約束を破ってまでそれを目秘した霊場の母の S 未亡人に対する河野の煮えきらない心持ちは 裕吉から考えれば不甲斐なき限りであった裕吉がもし河野であったならば切ったりついたりするようなことは自分の教養が許さないにしても男らしい恨みをもっと端的に表せるはずなのにと思ったそれなのに河野はぐたぐたとなってしまったばかりではなく令状の愛が自分にないと知ると自分の身を犠牲にして 恋の仇と言ってもよい高田と自分の恋人とを仲介しようとするような自己犠牲的な行動に出ようとした河野はそれを人道主義的な高尚な行動ででもあるように思っていた結吉はそうした河野のやり方を詐欺すんだ自分が捨てられると今度はすぐ自分の恋人と憎まねばならぬはずの恋の仇人を仲介しようとする それでは、私順と思われていたはずの河野の最初の恋までがいかさまな偽物のように思われるのではないかと雄吉は思ったしかも河野のそうした申し出が相手の高田から大きなお世話だというようにすげなく断られると今度は最後の逃げ道として帰郷を計画しながらしかも国へ帰ったかと思うともう三日ぶりには寂しくてたまらなくて。 東京へ帰っってきたた。のであったそれに自分一人でぐっと踏み応える力がなくて毎日のように友人を代わり番子に訪ねて同じ口を繰り返して安価のおざなりの同情でやっと寂しさを紛らしているような河野の態度も裕吉にはたまらなく歯がゆかったそれも 細木だとか結吉などいうごく親しい友人が河野の愚痴を聞きいてもう新鮮な同情を与えなくなると今度は高等学校時代の旧友やちょっとした顔なじみの人たちを捉えて河野は相変わらず同じことを繰り返しているようであったもし河野があの失恋をぐっと踏みこらえていて田舎で半年もじっと黙っていてくれれば。 我々はどどれほ「河野だってどれほど男をあげたかもしれない」とい基吉は細木などによくそんなことを言っていた河野の失恋はその腐ったような尾をいつまでも引いていたそしてその尾はいつの間にか奉仕なでたらめな無謙則な生活に変わっているのであった 彼の生活のどこにも手応えがなかった性格から全ての硬い骨を抜き取ってしまったように何事をするにも強い意志がないように見えたそしておしまいには今までの親友の群れを離れていつの間にか優等生活をさえ始めていたそして自分に対する友人たちの尊敬や信頼を自分で塗りつぶしていたその頃の結吉は 細木や藤田などに会うと決まっってて野に対する悪口を言っていた。細木などと久しぶりに会って3時間も4時間も立て続けに喋った後でそう情をしてみると会話の3分の2までが河野の過去や現在のだらしのない行為や生活に対する非難で持ちきっていた失恋当時の弱々しい未練たっぷりの態度やそれに続いての盲導や 現在の彼の生活の大敗していることを掛け合いで喋っているのであったそれに気がつくと結吉は寂しかった親しい友人の悪口を陰で散々に言い合うそのこと自身がかなり卑しいいとわしいことに違いなかったが会話の途中でついそのことに気がついてああそうそうまた河野の悪口を言っていたと お互いに制し合う場合にはきっとその後の話には一時にたくさんの金句ができたように妙な窮屈さを感じたそしていつの間にか話が河野の悪口に後戻りしているほど結吉たちは河野の生活に対する非難で心がいっぱいに詰まっていた結吉は思った我々の親しい友達の間では 今まで陰口などは決して聞いたことはなかったのに河野に対してのみはみんなが平気で少しも両親の呵責を受けずにいくらでも悪口を話し続けうるほど河野は友達に対する威厳をなくしてしまったのだと友人に対する威厳や友人からの信頼をなくしてしまうことそれはなくする当人から言ってもなくされる友達から言っても かなりの悲劇に違いないと思ったことに結吉は細木などから「どうだやっぱり君が新聞小説なんかを書かせるからいけないのだ河野を貧乏にしておいたら今頃は困っているにしても健全に正常な生活を送っているぜ」などと言われるたびにくすぐったいような不快を感じた河野が失恋に苦しむと同時に 物質生活の不安に脅かされている時多くの友人の抗議を拝して新聞小説を書かせたのは結吉であった河野が細木や吉岡などの激しい反対にあってとうとう書かないことを決心して断りの返事を結吉のところへ持ってきた時完全として再考を求めたのは結吉であった河野と同じように 無資産の貧乏人である裕吉は細木や吉岡などよりも河野の心持ちはよく分かった失恋と同時に全てに元気を失った彼には貧乏人にはつきものである物質上の不安がいつよりも猛烈に感じられていたのだその不安を取り去ることは失恋に対する対処法ではなくとも彼の心持ちを少しでも軽くすることによって 間接にいくらかは彼の苦悩を癒やするものと信じていた裕吉のそうした考えも一時は誤っていないように見えた「僕は新聞小説を書いたことによってやや救われたと言ってもいいくらいだあの頃の友達の忠告の中では君のが一番適切だった」と河野は後になってから裕吉に感謝の意を漏らしたこともある それに対して裕吉も内心多少の得意は感じていたそれなのに河野の生活がこの頃のように放らになってからはあたかもその原因が新聞小説を書いたために得た比較的豊かな物質上の自由にあるように解釈されて従ってそれを書くことを勧めた裕吉までが細木などから軽い非難の的になっていたそのことも 結吉としては快いことではなかったその上その頃は結吉の知人で同時に河野を知っている誰かに会うとその人はきっと河野に対する報告を聞かせてくれたちょうど子供が何かのいたずらをしたのをそれを監督する責任のある父兄に告げ口でもするように「君河野君がこの間の晩にね」とか 君がまだ知らないとは驚いたね」というような冒頭で河野がああしたこうしたと言ったようなことをいくらか誇張したように話してくれたどの話を聞いても河野は決していい役回りをしていなかった河野が人がよくて気の弱いのにつけ込まれて散々に利用されていてしかも影では馬鹿にされていると言ったように結論せられる話ばかりであった そして彼らはきっとおしまいに、君たちから少し忠告するといいんだと親切ごかしに付け加えてくれるのであった。結吉も細木や藤田などのごく親しい間だけでは河野に対する非難をいくら繰り返してもそう不快ではなかったが、あまり自分たちと親しくない者から彼に対する非難や無別を聞くとやっぱり不愉快であった。 もっとどうかかしてくれれればいいいとと思わずにはいられなっったもちゃんとしてくれればと思わずにはいられなかった。河野は生活の調子をだらしなくしたばかりでなく創作の方面でも同人雑誌をやっていた頃のアンビシャスな理想などをことごとく振り捨ててしまって婦人雑誌の中でも一番下品な雑誌へ続き物を書く約束などを始めていた。 藤田などはそれを知ると目を丸くして驚きかつ嘆いた「僕は河野が報道を始めたからといってそれをかれこれ言おうとは思わないいくら優等をしてもいいが創作の方面でもっと真剣であってくれれば文句はないのだまた創作の方面を投げやりにするのならもっと実生活の方でしっかりした真面目な生活を送ってくれればいいんだ」 河野は生活も創作も両方とも投げやりにしているから救われないと思うんだどんなに放投してもいいいいものを書いてさえくれれば僕たちは偶の音も出さないんだと結吉は細木に言ったことがある河野の生活がだんだんその調子を狂わしてからは結吉たちとの交際もだんだん疎遠になってきた。 夕方の五時からはどんな所要があって訪ねて行っても在宅していることはほとんどなかった「河野のところへはいつ行ってもいない」と結吉たちは口々に言い合った「家にいないことまでが何も河野に道徳的責任があるわけでもないのだが幾度も重なっているうちにはそういうことからしても妙な感情上のこじれができかけていた」そのうちに、 河野は裕吉などの連中とは全く違った遊び友達を作っていた「君たちは酒が飲めないからだめだよ僕にはやっぱり飲み友達といったようなものが必要だよ」と河野はよくそれを弁護したまた人がよくて顔を出さないでことに酔うとますます無邪気になる河野は誰にでも友達としてすぐ受け入れられていくのであった あの連中との交際は第2期第3期の交際だよ。君たちがやっぱり第1議だよ。と河野はそんなことを言ったこともある。が、しかしそうは言うものの、河野がだんだん今までの友達と離れ、新しい、同時に交際の興味も新しい、友達に親しみかけているのは事実だった。相対する高台と高台とに住んでいながら、 河野は悠吉を訪ねてくることなどはほとんどなかったいつ行っても不在なので悠吉の方から訪問する気も起こらなかった今年になってから仲間内だけで組織している会で悠吉たちは久しぶりに河野に会った河野の生活に対する非難がめいめいの心の中で白熱していた河野は入ってきた時から 悪な空気に包まれていた。細木と藤田とはつい妙な話の弾みから河野に対する平然の非難を口に出してしまったそれは陰で言っている河野の悪口のほんの夜末が出たのに過ぎなかったそれでも河野にはかなりの致命傷であったらしかった雄吉は陰では河野の悪口を真っ先に言っているくせに いいざとととう場合にななると一口も言えかかかっったたことが恥ずかしかった誰に対してもいい子だと思われたいというような利己的な心持ちから黙っていたのではないかと自分で恥ずかしかった「やっぱり細木や藤田などの方があした直言をするほど自分などよりも河野に対して熱心を持っているのだ」「何も言わないで黙っていた自分が河野に対して一番冷淡なのではないかと思った」 がとにかく偶然の弾みから少しは場所柄が良くなかったにしろ河野に対する苦言が与えられたことを喜ばずにはいられなかったあれで少しでも河野の生活が引き締まってくれればいいと思ったがそう思ったのは結城氏の虚しい望みであったことがすぐ分かった河野は 細木や藤田などの忠告を「友達が悪い」というように薄っぺらに解釈して新しい友達の今井などに言ったので今井などは細木や藤田などに対して悪意を持つようになったという事実を結吉は新聞のゴシップで知ったそれを知った時に結吉は河野に対する最後の愛想を尽かさずにはいられなかった 細木や藤田などの河野の生活の根底そのものに触れた非難を小学校の生徒同士の忠告か何かのように誰それさんと遊ぶなというように解釈してしかもその誰それさんにすぐ言いつけに行く態度を憤慨せずにはいられなかった交友が悪いというような忠告は小学生少なくとも中学生大負けに負けて 高等学校の生徒までくらいに対してのみ与えられるべきものだ。もう30にも近く創作でもしようという人間で友達の善悪などが問題になるものかと思った。みんな自分自身の問題ではないか。自分の生活の心臓に差し向けられた非難を正当に受け入れる勇気がなくてそれを罪も報いもない遊び友達に差し向けようとする。 のの男らしくない弱者の態度勇吉は癒やしまずにはいられなかったこんなことは自分自身の腹の中でぐっとこらえていることではなかろうかそれを自分一人では辛抱がしきれなくて遊び友達を避難の渦中に巻き込んで彼らにすがりつくことによって細木などの忠告からうくる寂しさや苦悶を免れようとしているらしい河野の弱さを はは癒しまずにはいられなかった。それと同時にようでもなくまんざら知らない仲でもない今井などと細木や藤田などの間柄を傷つけるような河野のやり方を結吉は心の中でかなり激しく非難した細木などの苦言を受けて全くしょげていた河野には同情した結吉も こうななっっってては少しの行為も残っていなかった。彼のやり方を奇跡する手紙を送ってやろうそのために河野との友情が損なわれても仕方がないどうせこんな調子で推移していけば早かれ遅かれおしまいには敗れてしまうのだからと思ったが雄吉がそうした手紙を書こうと思っていた時であった雄吉は河野からこんなはがきを受け取った 座の一行と川越に来ている「今日一座の者と一緒に町巡りをした」ふと振り返ってみると「僕の乗ってる車にも河野周一という旗が立っているのには驚いた」という簡単な文句が書いてあった結吉はこれを見た時河野らしい犯行だなと思った「君たちが忠告すればするほどだらしなくなってやるのだ」 田舎の役者と一緒に街回りなどすれば君たちはまた四つめらしく避難することだろうよ」といったような河野の捨て鉢的な犯行がまざまざと見えすぎているように思われた雄吉は河野の気持ちがこんなにこじれてしまっている以上質問などをしても甲斐がないことだと思ったそのままに思いとどまることにしてしまった それに河野は川越から帰るとまたすぐ大阪の方へ遊びに行ってそこからまた俺は大いいに遊んでいるよというよとううなハガキをよこしたそれで大阪から帰る汽車の中で風邪をひいたにもかかわらず定劇の初日にかなりの発熱を感じながら見に来ていたというような噂をその後誰からともなく裕吉は聞いていた。 あの人は明日にぎやかな場所へ来ることが何よりも好きらしいな。この頃は自分の家などには寂しくていたたまらないらしいのだよ。この間の初日などもこの子にとっては別に顔出しをしなければならないわけはないのだがそれでも顔を出さずにはおられないんだね。とその男はつけ足した。こうした心持ちでいたから悠吉は。 結吉たちの友達である鳥居の結婚式があるという日の午前に河野から「流行性官房にかかり昨夜以来発熱40度今日の鳥居の結婚式にはとても出られない鳥居によろしく言ってくれ」という速達の葉書それも誰かの代筆らしいのを受け取った時友人の急な渋滞に驚くのと同時に心の底のどこかで「 いい君だというような気がするのをどうしても打ち消すことができなかった自分たちの河野の生活に対する非難がこうした偶然の出来事によって代弁されるようにさえ思った無論河野の奉仕なでたらめな無謙速な生活が直接には発病の因をなしてはいなかったろうが結吉はもし河野が 一月ほど前に細木や藤田などが与えた苦言をいくらかでも聞いてもっとつつましい秩序のある生活をしていたならばこうした危険な病性などを未然に防ぎ得ただろうと思わずにはいられなかったあの忠告は本当にタイムリーアドバイスだった今度のことで少しは思い知るがいいと基吉は思っていた お互いの感情がどんなにすさんでいたとしてもそれは河野が草剣で跳ね回っている時のことで生命の危険さえ伴っている病気になっては見舞いに行かないというわけにはいかなかった鳥居の結婚式が済むと結吉は細木と連れ立って下屋の河野の家を訪ねた。鳥次に出た。 河野と同じように人のいいお母さんの真っ青な顔には、背負いきれぬ心配が満ち渡っていた。二、三日櫛を入れないらしい髪のほつれ毛が、一層この年取った母親を痛ましく見せていた。子供の危うい生命を全身ですがりついてでも取り留めようとするような、この母親の姿を見ると、結吉は、 悲哀と経験と尊敬とが混じっているような心持ちで痛々しく見つめずにはいられなかった本当にどうなることかと心配しています熱が昨日からちっとも下がらないのでございますそれに周一は常から心臓が悪いものでございますから本当にどうなることかと心配していますお母さんの低い声は低いながらに 小さく震えているようにさえ思われたどなた様も玄関でお断りしているのですが週一に聞いてみますからそう言って奥に入ったお母さんは座敷に寝ている河野に聞いているらしかった痰が絡んだような河野の低い声がかすかに聞こえた再び顔を出したお母さんはお目にかかりたいと申しております そう言って結吉たちを病室へ案内してくれた結吉は河野にはひとつきも会っていなかったが健康であれば少しも変わってはいないはずの河野がほとんど別人のように青ざめた顔をして氷のを頭に乗せたまま死人のように床の上に横たわっていた、はああ 思想が現れている。結吉は心の中でそう思ったいつも赤みがかっている河野の顔にはあの臨終の人にありがちな黒い陰影を持った青みが塗りつけたようにみなぎっていた唇は紫色に変わっていた河野がいつか俺の目は澄み切っているだろうと自慢していた瞳だけが 明るい伝統の光のもとにますます澄み切っているように思われたその顔は河野の半生には夢にも見られないような正常さと気高さとを備えていた裕吉と細木との顔を上目を使ってじろりと見た河野は「ありがとう」と口の内でかすかに言って何か言い続けようとしたが喉へ絡んでいる痰のためだろう 苦しそうに喉元を震わしたまま何も言わなかった。勇吉も細木も病気見舞いといったようなありふれたおざなりを友達が瀕死の場合に言うのはいかにもそらそらしく見えるので何も言わないで黙っていた。が常にない河野の神々しいと言ってもいいような顔を見ていると。 河野の過去一年のすべての行為が今度の病気によってすっかり浄化されたように思われて河野に対して抱いていた感情のこじれをことごとく忘れ果てようとしていた十年に近い間いろいろさまざまな生活を一緒にしてきた友達に対する純な感情がしみじみとよみがえってくるように思った結吉はその晩 自分の家へ帰る道でこの瀕死の友達のためにできるだけのことをしてやらねばならないと思った河野が病気になったについて一番困っていることはやはり金ではないかと思った新聞小説を書いて得た収入は入るに従って参じてしまったようだしその小説を出版して得る印税は 前借りまでして使っていたしその上河野は最近になってから急に身の回りのものを整え始めて身分不相応ではないかと思われるほど立派な洋服と街灯とを慎重していたし雄吉の考えでは借金こそあれ余分の金は一文もないようにさえ思われたことに河野が倒れている以上月末に入る原稿料などは一文も入ってくるはずはないのである 結吉は友達同士で虚金してせめて100円か200円かのまとまった金を河野のために集めてやろうと思ったが実際そのつもりで集めかけてみると結吉ほど気乗りのしない友達を見出したり友達の中に河野同様悪性官房にかかる人ができたりして思ったほど手軽にまとまりそうもなかったそれでとうとうその方は思い切って 先輩や友達仲間の傑作選集を出版してその印税を河野に送ることにしたその方法は誰にも大した迷惑をかけることなくしてまとまった金を作りうる簡易な方法であった自分の古い作品の中から著作集にも入れてしまったものの中から選集のために一編を咲くといったことは作家にとってはただちょっとした行為だけでできることだったから 河野の病気は危篤と言ってもいいくらいな渋滞のままで45日の間持ち合っていた医者は弱い心臓を保護するためのあらゆる手段を尽くしているらしかったそうした危険な河野の渋滞を憂慮しながらも悠吉と細木は相談して先週を出す計画を進めていたこの先週で得られる印税が 河野に対する好伝になるのではあるまいかと思うほど、河野の病状は険悪であった。ちょうどその頃であった。結吉はある日突然、吉岡の訪問を受けた。吉岡は河野とはかなり親しかったが、結吉とはまだ友達とは言われないくらいな知り合いであった。 お互いに訪問したり訪問せられたりするほどの親しい間柄ではなかったしたがって裕吉はこの場合吉岡の訪問をちょっと意外に思わずにはいられなかった「いやちょっと失礼するよちょっと君に相談することがあってね」と吉岡は出迎えた裕吉にそう断りながら二階に通った吉岡は座に着くと ろくろく落ち着きもしないうちにいや実は他からちょっと聞いたのだがね河野君が病気のために金に困っているらしいので君たちが河野君のために金を集めているというようなことを聞いたが本当かねとやや請求だと思われるくらい口早に聞いた結吉は吉岡が何のためにそんなことを聞くのだか分からなかったが多分 吉岡自身、大分の金を出してくれるのだろうと思ったので、集めようという計画もあるのだが、と答えた。吉岡は、ちょっと言い出しにくそうにしていたが、話がかなり突然になるのだが、実は S 家でね、もし河野君が金に困っているのなら、療養費はいくらでも出そうというのだがね、実はそれで、 さっき河野君の家へ行ってそれとなく様子を見たのだが人事不正同様で誰にも会わせられないと言うから帰ってきたのだそれで君が一番適任者だと思ったから相談に来たのだが一体どうしたものだろうと吉岡は持ち前の明快な口調で早口に言った雄吉は吉岡の言うことを何気なく聞いているうちに それが思いがけなくもかなり重大な問題であるのに気が付いて緊張せずにはいられなかった結吉は河野の代理としてこうした敬意をうっくるべきか退くべきかの判断をする重大な責任を感じた表面だけから言えば「S 家は河野の愛に背き去った恋人の家ではあるにしろ」。 2年前に死んだ主と河野とはまずていと言ってもよい間柄であったのだからエスケで河野の急場を救うということはそう大して筋違いのようではなかったがしかし問題はそう簡単ではなかった河野とエスケとはお互いに偽絶の通知をこそしないけれど今ではかなり激しい学習を抱き合っている間柄だった 河野は S 未亡人の約束の破棄を恨んだようなそれに報いるような意図を増している作品を昨年以来いくつも発表していたそうした不安な間柄でありながら河野の大病を聞き知って金を出そうというそれは今までの生きがかりをことごとく忘れて河野が作品の中で示した反抗的な復讐的な態度を少しも意に介さないで 敵を愛すといったような恩を持って仇に報いるといったような美しい純な心の発露であるかもしれなかった。がしかしと裕吉は思った善意に解釈すればいかにも美しいことには違いないがほんの少しの邪水を交えて考えるとそれが全くあべこべに考えられないことはなかった。 今まで自分に歯向かってきた敵が球場に落ちているのを見すましてのっぴきならぬ救助を与えて敵の今後の犯行を嫌やなしに封じてしまうという卑怯な横島な意図が働いていると考えひがめられないことはなかった。勇吉は無論 S 家の動機が全ての生きがかりを捨てた純な行為から出てくるのだと信じたかった。 がしかしその動機は善悪いずれにもせよああした各を結んでいる間柄でありながら相手がいかに大病で死にかかっているにもせよいかに金に困っているにもせよ金をやろうかなどという申し出はそれがどんなに悲惨な動機からであろうとも相手に対するかなり重大な侮辱を意味してはいないだろうかお互いに憎んで戦っている相手からそうした申し出を示された時 少しでも気概のある男であったらおめおめと受けるだろうかもし裕吉が河野であったならばそうした救助の手を奮然として払いのけるに躊躇しないと思った払いのけるばかりでなく相手のそうした侮辱に対し相当な復讐をさえ気とするかもしれぬと思った吉岡は裕吉が黙ったまま考えているのを見ると 説明ををするように言葉を継いだ「僕は河野君にそれとなく話してみようと思ったのだが何しろ人事不正に近いことだしそんな話をしてショックを与えては悪いと思ったから黙って帰ってきたのだなんなら河野君に対しては S 家の名を言わなくてもいいのだある特使家が河野の球場に同情して金を出すという名義でいいのだがどうだろう と吉岡は裕吉の返事を促した裕吉は決心して言った「僕は不賛成だね」「S 家の好意は感謝するよ」「そしてその心持ちもわからないことはないがね」が「がしかしとにかくああした関係になっているんだろう」「まあ偽絶と言ってもいいだろう」「もしそうした救助を受けておいて」 もし人事不正でいる河野が回復して俺は S 家の行為なんか死んでも受けるのじゃなかったと言ったら取り返しのつかないことになると思うのだまた河野としては当然そうなければならないと僕は信ずるのだしたがって奴が生きているうちはそうした金はお断りしたいと思うねしかし死ねば別だよああいう渋滞だから死ぬかもしれぬと思うが 死んだ時香典としてくださるのなら僕は河野の代わりに喜んで受けようと思うのだ死ねばああいう生きがかりも消えてしまうことだしあのお母さんをよくしてあげるのには少しでも金がたくさんあった方がいいと思うからと雄吉は実際河野の死んだ場合を予想しながら言ったがしかし生きてるうちはお断りしたいね河野がもらうと言っても 僕は忠告してやめさせたいいくらいだ。まして僕が人事不正でいる河野の代わりにもらってもいいとはどうしても言われないね」と雄吉はかなり真剣になっていったそして貧死の親友のために立派に正当に代理を務めてやっているのだという感激をさえ感じていたのであったそれに。 晩作が尽きてしまって金の出どころが少しもないというのならともかくだが河野が金に困っているのだろうということも僕たちの老婆心から出た推測で河野が自身で金に困ると言ったわけじゃないんだ。もしまた困っていたにしたところが友人もあることだし親類もあることだし S 家の世話などになる前には僕たちでできるだけのことをしてやるのが当然ではないかと思っているのだが。 と吉岡は悠吉の謝絶をあまり感情を害さないで割合平静に聞いていたが「ああそうかいいやよく分かったよ僕も最初からどうかと思っていたのだが」と穏やかに受け入れた悠吉は「このことを病床にいる河野に聞かせたらきっと憤慨するに違いない」 こちらの弱みにつけ込んで侮辱的恩恵を施そうとするのだと言って S 家の態度を憤慨するに違いないと思ったそして悠吉が河野の代わりに完全としてこの申し出を謝絶したことを必ず感謝するに違いないと思っていたそれで君たちで金を集めようとしているのかいと吉岡はしばらくしてから聞いた いや、金を集めようと思っていたのだが、金だと10円にしろ20円にしろ、ちょっと苦痛を感じる人もあるだろうから、僕たちの仲間の傑作戦中といったようなものを出そうと思っているのだ。それなら誰にも迷惑をかけないで済むことだから。そりゃあ明暗だね。と吉岡はかなり感心したように言った。金なんかもらったりやったりしてると、 のちのちなんかしたときにお互いに不快だからね先週はいいよそれに君たちのものなら引き受ける本屋はあるだろうと続けた雄吉は吉岡が不用意のうちに犯している時価同着に気がつかずにはいられなかったそれと同時にそれによって自分の取った態度をさらに肯定されたように思った吉岡は 将来万一起こるかもしれない不和の場合を恐れて友人間の金の計蔵を避けたらいいというのだところが河野とエスケとの不和はほんのわずかな可能性をしか持っていない将来のことではなくして元として眼前に横たわっている事実なのだ将来の万一の不和を恐れて金の計蔵を避けるというのならその何百倍何千倍の強さをもって 現在の不和のために金の継造を避けるべきはずではないかと思った憎んでいる相手から金を受けるということは恩恵や行為を送ることでなく一つの侮辱を送ることではないかと裕ちは思った吉岡も本心ではこの申し出の不合理に気が付いているのだが S 家に対する義理のために仕方なく行動しているのだと思った そう思う思と、結吉は瀕死の友人のために万人が認めて正当とする処置を取ったのだという確信とそれから来る満足等を持たずにはいられなかったそのうちに河野はだんだん回復していった最初恐れられていた心臓の弱さも気妙であったことが分かった 予後はずいぶん長くかかったそれでも発病してから三つ月目の初めにはもう常人と変化しないほどの健康に近づきかかっていたその間結吉は吉岡から聞いた話を河野に伝えなかった河野に言えばきっと不愉快を感じるだろう病気のためにかなり気を腐らせているときに話してはならない 病床にある間は黙っていようと思っていたがとにかく河野の代理にやったことだから一応は河野に話してその事後承諾を得なければならぬと思っていた同時に河野からの感謝を得たいという心持ちもあったある晩河野は珍しく城吉の家を訪ねてきた「もう夏の初めであるのに まだ街を着ていた。夜「夜外出してみたのは今日が初めてなのだ。もう大抵大丈夫だと思ったから試験的に君の家まで来てみたのだ」と言った。「もう全くの健康だった。少しくらい嫌なことを聞いてもびくともしないような感情と体と取り返しているように思われた。諭吉は、 もう話してもいいと思った世間話がちょっと途切れた時に雄吉は心持ち言葉を改めながら「君今だから話すがね君が人事不正だった2月の20日頃のことさ吉岡が僕の家へ突然やってきてね何のことだろうと思うとね S ケで 君が金に困っているようならいくらでも出そうというのだこう言いながら悠吉は河野の顔を見た河野は顔を赤くしながらかなり緊張した顔つきで悠吉の顔をじっと見つめていた「無論僕は断ったよ君の代わりに完全として断ったよ僕は かなり君を侮辱していることだとだだ思うのだ下品な言葉で言えば金で面を張るといったようなやり方じゃないかねそうこちらで思われないこともないからね。と悠吉は河野の憤慨をそそるように自分自身興奮してしまった「僕は少しけしからんことだと思ったんだよくもそんなことを言ってこられたと思ったんだ」。 今さらそんなこと言ってこられる義理じゃないんだろうと言いながら結吉は河野がきっと激しい憤慨を漏らすだろうと待っていたが河野は結吉の予期とは全く違っていた彼は顔を一層赤くしながらうつむき加減にじっと畳の上を見つめていたようだったがその瞳は潤んでいるようにさえ 結吉には思われたしばらくするとやっと顔を上げたかと思うと「君はそう憤慨するけれども先方はそう悪意でやったことじゃないよ」と言ってさすがに自分自身の弱さを恥じるようであったがその顔にはある感激さえ認められた。 結吉は自分が壁だと思って突き当たっていったものがヘナヘナと崩れてしまったような拍子抜けを感じてしばらくは呆然として河野の顔を見つめていたそして心の内では急に方角を見失った男のようにぼんやりとしてしまった結吉がもし河野であったならばどんなに憤慨したかもしれないような侮辱を 河野は憤慨どころかある感激を持って受け入れている河野自身がけしからないことだと言って憤慨するところを第三者の悠吉がまあまあと言ってなだめるべきはずのものがまるきりその反対になっている悠吉が考えればかなり重大な侮辱だと思うことを河野はそうは思わない相手の行為に潜んでいるかもしれない悪意などは全く無視してしまって 善意だけをできるだけ組もうとするあれほど S 家に対して恨みを抱いているようなことを言いながらちょっと S 家から好意それもああした関係においては侮辱と思われるを示されると平勢の意地も恨みも忘れて先方の好意だけを感じるなんという育児なしだろうと思ったなんという弱さだろうと思ったが 結吉はこれまでの河野の弱さは大抵軽蔑したり冷笑したりしてきたが弱さがこうまで徹底して人間離れの下人間の普通の感情では立せられないところまで行ってみると頭から軽蔑することはできなかった河野の徹底した弱さ人から踏みにじられながらも まだ踏みにじる足の内から何かの行為を見出そうというような心持ちは弱さが徹底して無偏在の愛というところまで行っているのではないかと思ったしたがって河野は人間として結吉のような普通の感情や道徳で行動しているものよりは数段かけ離れた高いところにいるのではないかとさえ思ったそう思うと 結吉は自分の感情で河野の弱さをめちゃくちゃに冷笑していた自分が不安にならずにはいられなかったそれと同時に河野の再現のない弱さに対して尊敬に似たある心持ちを抱かずにはいられなかった結吉は予期した通りに河野から承認や感謝を得られなかったことに軽い失望を感じながらも 自分の前にじっとうつむいている河野の顔を十年近くも見慣れている顔を別人を見るような目新しい心持ちでしばらくは見つめていたそして心の内で「神のごとき弱さ」という言葉をいつの間にか思い浮かべていた